今日はこちらのコンセント付きモバイルバッテリーを紹介したいと思います。おそらく現時点で最強のコンセント付きモバイルバッテリーはこれだと思います。こちらは CIO のスマートコビープロプラグというものになります。CIO というのはね、知らない人いるかもしれないんですけど、大阪の会社になります。なぜこれが現時点で最強かと言いますと、このサイズで容量が 1万 mAh あって、そして 30W の出力に対応しています。タイプ C とタイプ A が一つずつついてまして、タイプ C が 30W、タイプ A が 12W の出力に対応しています。二つ同時に充電しても出力数が落ちないんです。よくあるのだと、二つ同時に充電すると少しね、出力数が落ちるとかはあるんですけど、こちらの商品は出力数が落ちないんです。 ただ、個人的に残念なのが、タイプ A ってことですね。なぜこれ、タイプ C を2つ付けてくれなかったんでしょうか。タイプ A ってね、今時、使ってる人いますかいや、まあ、いると思うんですけど、うちはね、タイプ A もう使ってないんで、タイプ A があっても、使わないんですよね。いや、これね、もし、タイプ C が2つ付いていたら、すごい良かったんですけど、そこがね、僕は残念です。こちらの商品が、ちょっとね、カメラ映るかわかんないんですけど、 脂肪加工されてまして、傷がつきにくくなっています。ほら、なんか傷つきにくそうですよね。で、こちらにはね、CIO のロゴがついています。まあなんかかっこいいですよね。あんまり目立たないというか、ね、端の方にあって、ちょっとこう、キラリと輝くみたいな。僕はロゴとかあんまりね、好きじゃないんですけど、これぐらいだったらね、まあかっこいいし、いいかなって思います。電池残量は、ここのランプでわかるようになっています。ちょっとね、カメラ越しでわかりにくいんですけど、 これは紫色です。まあ正直ね、これ僕は少し分かりにくいかなって思っています。CIO の他の商品でパーセントで出ているものがあるので僕はね、そっちの方が良かったなって思っています。まあもしかしたらこのサイズにするためにはパーセント表示が難しくて色にするしかなかったのかもしれないですけどもしね、できるんだったら次の商品はパーセント表示にしてほしいなって思っています。で、こちらのモバイルバッテリーが 最大 30W に対応しているということで、どんなものが充電できるかというと、スマホの急速充電に対応しています。あとは iPad とか MacBook Air も充電できます。あとは13インチの M1MacBook Pro も充電できます。小型の端末を充電できて、そしてモバイルバッテリーとしても使えるということで、これ結構いいかなって僕は思います。で、こちらがですね、 僕が少し前、まあ、2年前ぐらいから持っているアンカーのコンセント付きモバイルバッテリーなんですけど、これとちょっと比較してみようと思います。ちなみにこちら、アンカーのパワーコア3フュージョン5000というものになります。昔、ミニマリストの間で少し流行っていたりもしました。多分持っている人いるんじゃないでしょうか。こちら、容量は 4850mAh で 18W までの出力に対応しています。で、こちらが CIO の スマートコビープロプラグなんですけど、サイズはアンカーの方が少し小っちゃいですかね。高さはアンカーの方が小っちゃいんですけど、横幅はまあほぼ同じですかね。で、これぐらいのサイズ感の違いしかないんですけど、スマートコビープロプラグの方は1万 mAh あって、そして 30W までに対応しているんです。スマートコビープロプラグの方がいかにすごいかっていうのがわかるんじゃないでしょうか。で、重さはこちらのスマートコビープロプラグの方が重いです。 ちょっとね、重さを測ってみましょう。アンカーの方は 180g ですね。それに対して CIO の方は 263g となっていて、やはりね、こちらの方が重いですね。まあ、持った感じもずっしりとしていて、こちらの方が圧倒的に重いと思います。 まあね、1万ミランピアアワーもう容量があるんで、重くて当然ですよね。重さはね、こちらの CIO の方が圧倒的に重かったんですけど、サイズを比べてみると、まあ僕はあまり変わらないかなと思います。高さを見るとね、まあ若干アンカーの方が低いですね。ただね、横幅を見ますと、横幅はほぼ同じかなと思います。でね、厚み。厚みなんですけど、まあそんなに変わらないんですけど、CIO の方が若干 時細いかなってぐらいですね。まあでもそんなに変わらないですかね。っていう感じのサイズ感ですので、こちらの CIO のスマートコビープロプラグがどれだけすごいかっていうのがわかるかと思います。このサイズ感でね、これを実現しているのは僕はすごいなって思います。それではね、次はこれを使って実際に充電をしてみたいと思います。充電はこちらの 出力数が分かるケーブルを使って充電したいと思います。ここに出力数が表示されます。スマートコピープロプラグで充電する前に、こちらのアンカーのナノ 265W までに対応した充電器で充電してみて、どれぐらいの出力数で充電できるかを計測してみて、その後にこちらのモバイルバッテリーで充電してみたいと思います。それではやってみましょう。電池切れの Galaxy S21 を充電してみたいと思います。 だいたい 19W くらいで充電されていることがわかるかと思います。それでは次はこちら使っていきたいと思います。まずはコンセントを挿したままやってみましょう。だいたい 20W くらいで先ほどと同じです。急速充電ができていることがわかります。それではこちらを抜いてみましょう。はい。こうするとどうなるか。一瞬充電が止まるんですけど、今度はモバイルバッテリーに切り替わって、 先ほどと変わらず 20W くらいで充電できていることが確認できます。はい。ということで、こちら計測してみたんですけど、どうでしょうかやはりね、僕はこれがコンセント付きモバイルバッテリー、現時点で最強だと思います。ただ、こちらね、大きさどうでしょうかこれね、常に持ち歩く用としては、僕はちょっと嫌かなと思います。やはりね、んちょっと大きいですし、重さもあるんですよね。ということで、実は僕、これ、 持ち運び用ではなくて、家の中で使う用として購入しました。どういう風に使うかと言いますと、普段はベッド横のここに、このね、すぐ抜くことができそうなところに刺して、ケーブルを刺して、で、寝ながらスマホを充電して使っています。そして、充電ができない場所、例えば机とか、そういうとこでスマホを充電しながら使いたいときは、これをね、 もう、さっと抜いてですね。で、こういうところでね、モバイルバッテリーとしてスマホを充電しながらご飯食べながら YouTube を見るとか、そういうことをしようと思って、これを買いました。で、2、3日くらいそれでやってみたんですけど、結構快適でした。今まではスマホの充電がない時にご飯食べながら YouTube 見たいなっていう時は、もうね、我慢するしかなかったんですけど、これがあれば、はい、我慢しなくていいです。 もうね、家のどこでも充電することができます。僕はね、これを家の中で使うようとして買ったんですけど、常日頃からモバイルバッテリーを持ち歩きたいっていう人は、これ、向いてないかなって僕は思います。持ち歩きようとしておすすめなのは、同じ CIO から出ているスマートコビープロっていうモバイルバッテリーがおすすめです。コンパクトで1万 mAh あって、そして 30W に対応しています。僕ね、ちょっと欲しいかっ んですよね、このスマートコピープロとスマートコピープロプラグどっちを買うか迷ってスマートコピープロプラグの方を買ったんですよねまあ理由はね先ほど言った通りなんですけどでもねスマートコピープロも欲しいんですよねやっぱね使い分けたいじゃないですか場合によって買ったらダメですかダメですまた買うの <laughs> そんな買ってないよ俺もうね買っても買っても新しいガジェットを買おうとするのがね不満でしょうがないです <laughs> はい。というわけでね。はい。はい。またね、話し合いましょう。はい。はい。ちなみにね、浜ユッコは普段からね、モバイルバッテリー持ち運んでまして、これを持ち運んでいます。容量は 4500mAh で 7.5W までしか対応していませんが、このコンパクトさと、直で挿して充電することができるので、おすすめです。こんな感じで、 iPhone に挿して充電することができます。ケーブルがね、いらないんでいいですよね。もうね、とりあえずこれだけ、これだけね、持ち運べば、もういつでもすぐ充電できるってことですよね。でね、サイズ感見てみると、はい。こんなに違うんですよ。これはね、結構差ありますよね。まあ、軽いですしね。これいいですよね。で、これね、ちなみに、ライトニングになってるんですけど、Type-C のものも発売されています。まあ、あとね、 ま、これじゃなくても、いろんな会社がね、こういうの出してるんで、Amazon とかで調べてみて、皆さんが気に入ったものがあれば、それを買ってもいいかもしれませんね。ということで、まあ、これはね、僕のおすすめになるんですけど、こういうね、コンパクトなモバイルバッテリーと、こういうコンセント付きのね、モバイルバッテリー、二つ持っておいたら、場合によってね、使い分けができるので、僕は最強かなと思います。もしよかったら、今回の動画、参考にしてみてください。 今回紹介したこのメーカー CIO さん結構来てる会社だと思うのでチェックしていただいたらいいかなと思います。そうですね。なんか面白い商品いろいろ出してますよね。なんかあの、かゆいとこに手が届くというか、そういう商品を結構出してるのかなと思います。はい。というわけで今回はスマートコビープロプラグについてお話ししました。浜ゆうこと、ひでゆきがお送りしました。 ためになった楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねーバイバーイバイバーイ